さあ、それでは続きをやっていきましょう。今回はね、ほぼ組み立てでございます。すったかだってやってけい。何言ってんだ、すったかだってやっていくぜ。よいしょ。組み立てなんでね、まあこれが一番楽しいよね、形になっていくところがね。シャーシ持ってくるの忘れた。ある程度はもう組んでおいたような状態だから、そっか、エンジン等をつけてくるんだな。これにこれをもうはめたから、これをここに接着しちゃいやすせと。よし、やっぱこう裏に穴が開いてるのは便利だな。裏からね、入れればいいからね。何かしらが干渉してんな、一体何なんだよこれは。勘弁してくれよって感じだな。その辺で位置が決まってきたりとかね、すると嫌だからさ。はい、ちょーんと、はい、ちょーんと、なんで、おお、なんで干渉してんのかな、嫌だな。まあいいや、しょうがねえ。意外とこう不死身って何も考えてないところがあったりするんだよな。で、マフラー、マフラーはメッキパーツだから、ああそうか、マフラーメッキパーツだからな、厄介だな。すぐにね、接着ができるところとできないところが、メッキ剥がせばすぐにねくっつくからいいんだけど、そうじゃないとメッキパーツと。本当はね、これも塗るところがあったりするんだけど、まあ見えなくなってしまうんでというところで、ちょっと力は入れません。で、これを、ここがマフラーだから、こうやってつけるのか。姫様にお願いするか。姫様、とか。久々に姫様触る気がするな。何がいけないって、これ乾燥は時間かかるからね、ちょっと効率は悪いんだよね正直。こんな感じで OK？ なんかくっつきが悪い気がするけど、こんなんでいいか。よし OK。 で次、ああこれもつける相手が、ああそう、しょうがないね。珍しくこういうなんか細かいパーツがあったりするんだよね。あんまり不死身だと見かけないんだけど、まあ時代にもよるか。変数キットだったりするとね、結構細かいのが多かったりする。ピンセットも机の上が汚い。なんか一気にいろんなことやってるから、机の上がごっちゃごちゃになっていたな。書類から、書類ってほどでもないか。なんか紙やら何やらからプラモから、もうなんかいろんなもんが全て載ってる。まあどうしても工房プラス、書斎っていうとかっこよすぎるけど、それに近いものがあるからな。これここに入るわけね。あ、なるほど、こんな感じね。あ、ここでこう固定されるわけだ。面白い。OK、 こんな感じ。こんな感じって言ってもわかんない。今、あ、部屋が汚いのがバレるから。今ね、ここですよ、ここ。このパーツのこれここにくっつけたんだよ。ここからねこう伸びて、ね、なんかメッキパーツがキラキラしてるから、カメラの光の加減がおかしくなっちゃう。申し訳ないね。ほんで次、ほんで、あったあった、先にこれか。はい、ここに差し込んでの、これをここに差し込むよと。変わってるね。
こうか。なんか入れる方法は定まらねえな。で、これも。あ、しまった。こっち先か？わかんねえな、これ。いい、入った。相変わらずなんか穴が硬えな。ガチガチなんですよ。なんか違った意味で仮組みが欲しいぐらいだな。はい、次のページ行ってみよう。どんどん行くよ、どんどん。これをこう向きに見ての、ここに差し込んで、硬くていいって思うところもあれば、硬くてやりづらいっていうところもあるな。これをディスクブレーキの中に入れて、はい、全体的に合いが悪いな。これをこうして、これ浮かすのか。なんかすごい変わった形状してる。これちょっとアップで見てたのかもしれない。面白いよ。また間違えた。これをさ、これをここに引っ掛けてのこうくっつけると、ね、浮いてるんだよ、ね、ちょっと変わってるよね。でもこれだったら接着剤流し込んでもね、干渉せずに、あ、ボケてる、干渉せずに済むような感じで、だからタイヤがうまくやれば回るよっつって言っていう感じがするね。これね、だから、ま、回るみたいな。ああ、外れる。こんな感じになって変わってるよね。あんまりこういうの見たことがない。んでそしてこれの刺さりが悪い。なんか、なんか嫌だな、パチンって。なんかあれみたい、なんだっけ、接着剤がいらないやつ。これも開ききっちゃってるし、こうなるはずなんだよね、多分。で、ここも多分これで接着すればいいな。あー、抜けた。嫌だな、なんかテンションがかかってるせいか。よいしょ、抜けるな。これなんか押さえておきたいな。こいつがさ、すごい開いちゃってるんだ、このパーツが。だからこっちに押し出そうとしちゃうからさ、ちょっとの間こうやって押さえておけばいいような気がするけど、ほっとくと抜けてくるな。まあでもいいか、バネにこれさせなくても別にいいかもしれないな。どの道タイヤでグッとこう押さえたりとかいろいろしちゃうと思うし。だからこいつをここに入れておいてから、これを一応ね、向きがあるような感じになってるから硬い。これで OK。 スポット入って OK。 あれ、
この前っていうか一昨日ぐらいかな、動画のアップロードを忘れてたね。動画アップしてるつもりでいた2日も休んでて、1日はねちょっとどうしてもあのいろいろちょっと 休んでしまうっていう感じだったんだけど、見たらあれ2日も休んでるとか思って、あれ日にちおかしいぞとか思ってたら、ただ自分が公開設定するの忘れてたっていうね、アップしたもんだとばっか思ってて、そしたらまた視聴者さんから大丈夫ですかってすいません、マジすいません、あのただボケてただけですね。一日は本当に忘れてたんですけど、忘れてたんじゃない、あの休む気満々で、休む気満々じゃなかったけどね、あのまあちょっとダメだ今日間に合わんとか思って、あこれ違う反対だダメだ間に合わねえとか思って、まあ今日は休ませてもらおうとか思って、そしたら素で間違えてた。俺おかしいのとか、それを視聴者さんもね、毎日アップしてる鍋さんが、俺どうしたよまだ、ね、前もちょっと長期休ませてもらっちゃったこと聞かんと思って、すいませんね、もう素では間違えてました。変わった構造になってるな、こうやって見ると。あれなんかこれおかしくね、大丈夫か、目の錯覚か、逆ハの字になってるような気がする。まあ不死身ならありえるかもしれんけど、はい、タイヤ買ってな、ちしまう、なんでこんなに愛が悪いのかな、あ飛んでた、これこの話したっけ、あの今ホームページ作ってて、自分で頼むとさめちゃめちゃ高いからさ、まあ自分で作ろうとか思って頑張ってんだけども全然ダメでね、ホームページはなんとかとりあえず仮でもいいからできて、とりあえずもうアップするだけしちゃおうとか思って、でレンタルサーバー契約してみたいなでやったんだけども、全然やり方が分かんなくて、もう何語っていうような感じですね、日本語でお願いしますっていうような、難しいね、めっちゃ難しい。ほんでアップロードしてさ公開見ようと思ったらあれ見れねえしみたいなさ、とか思いながら、もっと分かりやすくしてくれよとか思いながらね。で何あのさ、まあここでこんな文句というか文句言ってもしょうがないんだけど、あの最近あれないじゃん、あの問い合わせ先、メールでの問い合わせはもちろんあるんだけど、そういう電話での問い合わせ、あの鍋さん頭悪いからさ、電話でね声聞きながらやりたいわけですよ、はい次これ押してね、はい次これ押してねみたいなさ、じゃあ金払ってんだからそんぐらいやってくれよとか思いながら、ね困っちゃうよあれ本当に、マジで分かんなくて、とりあえずこんなもんですか。じゃん、時間どうですか。まだ全然いいと思うけどさ、まあいいか、まあでも今日もうこの辺ぐらいにしとこうかな。まあでもこっからタイヤつけて終わりだから、タイヤは一応つけておきますか。で次内装に行くんだよね。そうなんか本当に分かんなくて、もうメールでだからさ、あのなんか使い方なんかマニュアルみたいなの見ても、あの私にはね難しいわけですよやっぱり。だからね、電話で聞きながら、これってどうなん、これってどうなんみたいな、いいよ皆さんみたいにね、頭良ければいいけど、もうマジ何語って感じで、マジで参る、すいません日本語でお願いしますわーって、
ていう感じですよ。またねホームページできましたらねお知らせするんでね、ぜひ見ていただけたらなと、まあ、そこでねアクセスしてもらうと教室の予定ですとか、あとあれですよ、教室の予定と、あとうちのねその G&Cars のねメンバーが作った作品一覧とか、あと今後イベントちょっとねイベント増やしていこうかなって思ってるんで、それのね案内ですとかね、そういったこともねやっていくといいんじゃないかなと思ってね。でまあただね何がいけないってね、センスのないナビさんがね作ったホームページなんてね、うわってね素人感がすごいっていうような感じになってるんで、まあそこはねちょっと多めに見てもらって、まあ、ただ情報が見れるよっていうだけぐらいのね、やっぱね難しい、ああいうのセンスがいるんだなと思った。センスのない人間が作るとこのレベルかと思った。作ってて自分で思う、何ができてないのかがわからない、何がわからないのかわからない状態。そう、今のホームページもさ、アップするのもそうだよ、何がわからないのか分かってないから全然よくわからないものができる。まあでもこれ一応わかるでしょっていうようなレベルになっちゃった。きっと見る側からしてもナブさんひどいなりそうな気がしてちょっと怖い。もうツッコミどころ満載なホームページができそうな。よいしょ、こんな予定ではなかった。もっと簡単にしといてほしいなあ、いうのは。やっとホームページもさ作るのもさ、なんかすごい大変で、あれで作ってんだよ、ホームページビルダーで。ワードプレスとかなんかいろいろあるんだけどさ、なんかワードプレスもなんかいまいちよくわかんねえなとか思って。で昔買ったそのホームページビルダーでやってるから、もうなんかさホームページビルダー自体のサポートも切れてて、マジビビったよ。さあ電話してもう分かんないところ聞いてみようみたいな。そうしたらサービスを終了してしました。しかも2年前。いやー、だってホームページビルダーまだ出てんじゃん新しいのとか思ってさ、何もしかも1個前のやつを消すことねえやんとか思って、ね、消すっていうかサービス終了する必要ねえじゃんとか思いながら、大丈夫？ねえ、もうやんなっちゃう。ちょっと。わ、なんかボロクソなんだけど。何って感じだよ。なんかすごい作りづらいな。外れるし、こんなところで外れるなんていうの珍しいな。さすが富士見って。うわ、ダメだ、全然ダメだ。ちょっとこれもう一回やり直そう。ポリキャップごと取れた。これはなかなかひどいぞ。なんかね、うまく弱い、すごいパーツが。これしっかり固まるまで待った方がいいかな。今ちょっと急いでやりすぎかな。明日にしようかな、これ。そんな慌ててもね、いいことないからね、今みたいなことが起きるから。パーツの合いもすっげえ悪いしな。パーツの合いっていうか、そのはめ込みがすごく悪い。うまくはまんないんだよ。なかなかだな。このキット自体って確かそんなに古くないはずなんだけどな。
後ろもやるだけやってみようか。どこを持ってこうくっつけるかって感じ。これでいいか。いいよ。まだボディをつけてないから、あんまり奥に入れすぎてもタイヤが奥に入りすぎみたいな風なこともね、不死身はよくあるから。あ、入った入った。その辺が気になるかな。後ろは大丈夫そうだな。でもなんか出入りがおかしいな。こんなもんか。うわ、やだやだ。まあ、これで軽くはくっついたはずだから、これだから後ろからこう押さえてあげるように入れてあげないとちょっと弱いな。押さえるためのこう突っ込むところがないな。いいよ、いいよ。これもあんまりね、細いピンセットでやっちゃうとピンセットが曲がっちゃうからね。結構自分で持っている中でも結構一番大きいやつっていうか頑丈そうなやつでやらないと、ピンセットが曲がるとね、高くついちゃうんでね。いいよ、あ、入った入った。オッケーオッケー、できた、なんとかできた。うん、オッケー。はあ、まあとりあえず今回はこんな感じですね。なんとかなりましたわ。ほんとなんとかなったって感じだな。どうでしょう。でね、よし、じゃあまあ今日はこの辺にしておきますかね。接着もねしっかり固めたいしね、デコプリンセスもつけたばっかだし。よし、これをこれでとりあえず保管しておいてですね、次回は内装をね組み立てていこうかなと思います。また見ていただけたらと思います。では一旦止めさせてもらいます。